平野の仕おねだりをするも、三浦友和の言葉に赤面、ちょっと顔向けできないです。小なり黒鷺大なり。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。10月21日金、にスタートするキング。 リンチェプリンスヒーローの要主演の金曜ドラマ黒詐欺毎週金曜夜10時10時54分 TBS 米印初回は夜10時11時14分の制作発表が10月17日に都内で行われ主演の平野をはじめ黒島ケツナ三浦智和が登壇初共演となる互いの印象やドラマのテーマにちなんで これまでに騙されたと感じた出来事などについてたっぷりと語った。本作は詐欺によって家族を失った主人公黒崎隆史郎平野が詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺となって本当の敵を探し出し打倒していく物語。原作は黒丸夏原武史による漫画黒詐欺シリーズ。 今作は、2013年に全42巻で完結した漫画シリーズを原作に、いわば、黒詐欺、完全版として新たにドラマ化。ヒロイン吉川つららを黒島が、詐欺界の福沢桂木敏夫を三浦が演じる。平野市を、約4年ぶりの TBS ドラマ出演に意気込む。TBS 連続ドラマへの出演は、 花のチャレから花男ネクストシーズンケラ2018年 TBSK 以来0 4年ぶりだという平野は僕は歌って踊ってということもしているのでキャストの皆さんスタッフの皆さんに迷惑をかけないようにという気持ちでいっぱいです原作ファンの方々にも見ていただけるようにと気合を入れて撮影していますとコメントツアーで全国を回りながら ハードなスケジュールなのではと問われると、他の作品に入っているメンバーもいるので、撮影の調子はどうとコミュニケーションを取りながらやらせてもらえるのはすごく刺激的で楽しい日々を過ごしております。と平野らしいポジティブな回答が。また、今作で演じるのは詐欺師を騙す詐欺師。 普段は騙される側だと自ら前置きした平野は、これをやってから人への接し方が少し変わりました。単純にご飯に誘ってくれただけなのに、この人何を企んでいるんだろう、と考えてしまう、と苦笑い。非生活にも影響が出始めていることを明かした。黒崎と桂木の複雑な関係性を意識して表現。 今作で、検事になることを目標にしている大学生つららを演じる黒島は、正義感が強くて、困っている人がいたら助けてしまう優しい女の子です。彼女なりの正義があるのですが、黒崎と出会うことによって、何が正しいのか迷いながらも、自分なりの正しさを見つけていく真っ直ぐな性格、と説明。 さらに、表と裏の顔を持つ詐欺業界の福沢桂木と黒崎との関係について三浦は、甘みどころ、桂、でのシーンが多いのですが、そこでは親子のように見えたり、見えなかったりという部分が出ればと思います。とコメントし、二人の複雑な関係性を意識しながら撮影に取り組んでいることを明かした。平野氏要、同い年黒島ケツナに対して、見習わなきゃ。 同い年だという黒島の印象について聞かれると、平野は最近同世代の方と話す機会が全くなくて、久しぶりに同い年の人に会ったんです。そこで世間の25歳はこんなに大人っぽいんだ、と思って、想像以上にしっかりされていましたし、どしっと構えていらっしゃって、見習わなきゃいけないところがたくさんある、と話すと、黒島は、そうかな と、にっこり。一方、平野について黒島は、テレビで見ていて、すごく面白い方だなと思っていて、実際にやってみても、やっぱり面白いなと、座長としてスタッフの皆さんともコミュニケーションをとっているし、一人でいるところを見たことがない、と明かし、互いが絶賛し合う展開に、お願いをするはずが、まさかの展開に赤面。 また、大ベテランである三浦に対してお願いがある、と切り出した部屋。劇中で黒崎は、カツラギが作るスイーツは口にしないという設定だが、個人的に統一した方がいいと思って、三浦さんが差し入れてくださったプリンを食べないようにしていたんです。でも、めちゃくちゃ食べたいんです。いいですかとキュートにおねだり。 すると、三浦は、どうぞ食べてください、と優しく承諾するも、でも、よくプリン入れたことないんですよ、と衝撃の告白が、慌てて立ち上がった平野は、え、プリンはないんでしたっけ本当ですかやっべえ誰かと、間違えてる。今、ちょっと顔向けできないです。と、顔をあからめた。人生初の嬉し涙は、デビューサプライズ。 会見終盤では、ドラマの設定にちなみ、これまでに騙されたと感じた出来事を発表することに、フリップに、デビューサプライズ、と書いた平野は、僕たちは今5年目なのですが、デビューのタイミングで撮影していた作品が、花のチャレから花男 NEXT シーズンから、でして、撮影の真っ最中に、急にカットがかかって、キャストの皆さんが走ってきてくださってデビューおめでとう。 時計機まで用意してくれたんです、と振り返った。その際、人生で初めて嬉し涙を流したという平野は、すごく記憶に残っていますし、やられたなぁと、と介護。また、フリップに記載した伸ばし棒が長いことについて突っ込まれると、やっぱり長いですよね。カタカナを最近書いていないからサイズ感がわからなくなっちゃって、とちゃめっきたっぷりの回答で笑いを誘った。 その後、黒島はペットのゲージをネットで購入するも届かなかったことを、三浦は小学生の時に購入した月刊誌の付録に裏切られたということを、それぞれ告白した。平野氏を爽快感を楽しんでもらいたい。 最後に平野は詐欺師を倒していくというエンターテインメントの爽快感を楽しんでもらいたいですし実際にある詐欺も登場するので詐欺の実情なども伝えていけたらと思います。それにキャラクターそれぞれが持つ複雑な人間関係なども描かれるので最終話に向けてどうなっていくのかそして黒崎が黒詐欺としてどう成長していくのか 楽しんでみていただけたらと思います。と力強くアピールし、会見を締めくくった。よくアピール